しいところそれ入ります。いつもの兄の第一タウンハイツの淡井圭介ですが、はい、兄の仲町のゲオに、まあ、本とかを借りに行こうかなとは思ってるんですけども、はい、まあ、いつもそういうものを借りた時に、まあ、普通の少年誌とかの、まあまあ、知名度の高い漫画とかなんですけども、そういうのを借りた時に、まあ、絡んできたりだとか、まあ、嫌がらせをしに来るようなものとかも現れてましたので、まあ、ご対応のほどお願いしますということと、あと刑法175条とかも、まあ、一応見せようとは思っています。六法全書持っていって、あと書類化も捨てますので、これをまあ店長の人に見せといてくださいというような形で、今日行こうかなと思っています。はいはい、以上です。はい、今のこの内容を録音しているときにも、なんか晴れませんことに車が来ましたね。こんばんは、いつもの兄の第一タウンハイツの淡井圭介ですけども、はい、今日ゲオに、まあ、漫画の本などを借りに行ったんですけども、はい、まあ、その間だと思われるんですが、服を盗まれてますね、自宅から。まあ、ワイシャツに形状はちょっと似てるんですけども、まあ、まあ、それをもう少し一般化したようなもので、青い色のものが、ワイシャツみたいな服ってことですかね。そうですね。で、まあ、洗濯物をベランダに干していましたので、それでなくなってるから、まあ、多分漫画の本借りに行った時ですね。だから、まあ、その漫画の本借りに行く前に、警察の方に先に言って、通報しておいたんですよ。その、まあ、ゲオに関して、まあ、漫画の本借りに行った時に、まあ、以前もおかしなことがあったから、はい、まあ、不法侵入等もそうですけども、はい、まあ、それもそうなんですけども、それとあと、まあ、ホームページ淡井圭介の履歴の335番に記載している、まあ、刑法175条とかの件ですね。まあ、そういったことも、まあ、一応コピーして店員の国本という男性、眼鏡をかけた黒い服を着ている者にも渡してるんです、はい、で、まあ、それでもそういうようなことをしてきてるっていうところがもうちょっとあれですね。まあ、誰が盗んだかによるんでしょうけども、で、インターネットニュースでは何か家宅捜索のニュースとかが流れてましたけども、まあ一体何を案としていたのか。まあ、とにもかくにも、トリムをしていただけると助かります。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、それ言います。お忙しいところ、はい、先ほど通報しました、その服が盗まれた件の淡井圭介ですけども、はい、まあ、一応こちらからその盗んだ理由として、その借りた漫画とかでその女性の胸が描かれてる、出てるとか、そういうことなんだったら、それはもう漫画業界とかに言ってもらわなかったら無理ですね。一応僕の方からは言っています。その辺のところはどこに言ってもらうの無理って今、すいません。まあ、漫画業界ですね。漫画業界。漫画業界。業界。業界。業界ですね。だから、僕もね、これ、借りてみなかったらわからないから、どんな風な、その、シーンでどういう風に出てきてるんだとか、例えば、まあ、で、使いを異世界転生して、一向に構わんっていう、輪が抜けてますよね。まあ、そういう題名のもので、例えば人魚と人間のハーフの妖怪のようなものが出てきて、まあ、女性の胸が出ていたりだとか、まあ、そういうふうなところは見かけるんですけども、
それを僕のせいにされても飽きて困る。僕は広めてるわけじゃないですから、でこれ借りてみなかったらそういうシーンが出てくるかどうかなんかわからないから、だからそれは一応漫画業界にも言ってるんですよ。テレビに向かって言う方法もそうだし、まあもともとテレビ局のアナウンサーだった高島彩ルート宛てから各役員へ、まあアニメ業界からまあ漫画業界へと、まあ講談社集英社さんとか、まあその辺のところとか昔からもともとつながり強いんですけども、あとはまあ初めの一歩も五感のところが描かれたりしてますから、これはこれでまあこちらもそのまま笑ってそのまま過ごしてしまってる時もあるんですけども、一応その辺のところも言ってるんですけどね、 それはダメだっていうことで講談社さんに、まあ、自分の動画でも言ってアップロードしていて、それを見てないから描くっていうのはそれはなしですよの方向で物事を進めてもらわなかったら、ずっとね何回も言われてるのにそれを書きたがるっていう、そういうふうなところもちょっとね、正直真面目なシーンをずっと続けてるからその作品っていうのは評価されるのであって、どっかでふざけるシーンが入ってしまうと笑ってしまうところがたくさん増えるから、やっぱりその漫画のクオリティ、アニメのクオリティもやっぱり笑い話にされてしまうっていうのがあるから、だから変なシーンも入れない方がいいですね、ふざけるようなシーンとかでも、という内容です。まあその盗んだ犯人に淡井さんが原因じゃないと、刑法175条を見てもらったらちゃんとわかると、淡井圭介は広めようとしてるわけじゃないと、そういうところです。私はちゃんと会社に言ってます。あ、この秋田書店さんは知らないですね。ですかよ、異世界転生して一向に構わんのところ、これ秋田書店ってなってますね。もともとチャンピオンって秋田書店でしたっけ。ちょっと僕もちょっとあんまり詳しくわからないんで、まあ一応この音声を世間に開示するような形で、まあ一応僕としてはそういうふうに言っていると、まあ、これ以上はもう手に負えないですね。正直テレビ局の人たちも電話途中で切ったりだとか、ある程度受け答えして結局また同じかというようなところが現実的にありますので、まあこちらとしては主張してる、まあこれがこちらのできることの精一杯であると、まあそういうことで、言わせていただきました。はい、それではお電話をにいたします。はい、で、あとは返しに行った時、その日の日付ギリギリに、まあどういうようなことがあったか。はい、有馬警察です。あ、いつもの有の第一三配置の淡井圭介ですけども、はい、今日の通報記録とか聞いていただいたら分かると思うんですけども、ゲオに借りに行って、で、まあ今日また返しに来てたんですけども、その時に家を出た時に外からまあ携帯電話で話しながら絡みに来た人間と、あとゲオに、先に男性と女性2名で返しに来てたふりをしていた者たちみたいですね。で、まあ先回りしてゲオのところに行って、その後、まあ歩き方見ていたら、こちらの考えている内容に反応しているのが途中で、まあ、右に曲がっていこうとしたりとか、まっすぐに行こうとしたりだとか、動きを変えてくる。で、多分そいつらが組んでるんじゃないかなとは思うんですけども、年齢が、携帯電話を使って喋りながら、大きな声で、何か物を言ってるんですけど、ゲオのところに来た男性と女性の2名、年齢が、まあ、近そうなんですね。で、同じメンバーだと思われます。以前も同じ光景で同じように動いていたところを見ましたんで、まあまあどちらかというと僕は遊んでない時に警察車両が出るんじゃなくて、僕がむしろ遊んだりした日に警察車両同時に出るような形の方が、これはおかしな行動してる人間をしっかりとまあマークというか対応できやすいという形ですね。まあ今日何をどういうふうに通報していて、何がこう物が盗まれたとか、そういうふうなところを、まあ、聞いていただいたら、まあ私の言ってることは分かるかと思います。以上です。はい、分かりました。
という、まあ、ことなんですけども、まあ、前からずっと同じような手法を、まあ、行われてるっていうのは、現実的なところであって、で、まあ、ホームページは IKS 君の履歴の335番のところに記載している内容と、やっぱりその性被害者の人たちの意見っていうものを優先させてあげなければ、あの18歳以上はどうとかこうとか、もうそれ始めたらもう気になくなってくるじゃないですか。結局何が基準なのかよくわからない、あの軽犯罪法でちゃんと胸尻門を見せてはならないだとか、そういった内容のものがあって、わいせつなものを、まあ、分布させてはならない、まあ、刑法175条の内容ですけども、あとは組織的な犯罪だとか、まあ、そういうふうな他の法律にも当てはまってきますし、あとは、まあ、ゲオで対応していた国本という名札の眼鏡をかけた男性、黒い服、まあ、灰色か黒かの、まあ、間ぐらいの色の服なんですけども、そのものはね、以前も私が、まあ、六法全書をちゃんと見せました、刑法175条と、まあ、組織的なところとかもそういったところはそういうふうな法律のところはもう各自自分で、確認したらいいわけですし、まあ図書館へ行けば、六法全書があるわけですから、そこで無料で、閲覧できるわけですし、法律名まで書いているんですから、あとはもう目次で探せばいいだけですから。で、その家の中のものが盗まれるっていうことが常態化してるっていうその状況、そのなぜそういうふうなショップを野放しにしているのかということですよね。まあ、もちろん警察官の方たちは今まで対応していただいたのは分かっています。伝えだけでも335番のインターネット記事にアクセスできるようにしてますけども、通算では500店舗以上潰れていると、伝えは、まあ、そうだと思います。この辺りだけでも3店舗潰れてます。有野中町だけで2店舗、藤原台で 1店舗、だからアダルトビデオコーナーとか置いたことが原因であって、でそこで、ね、漫画の本を借りたぐらいで僕の家の中からそのものを盗んだりするっていうのが、もうだから僕はゲオの人に何回も言ってるんですよ。そういうのも置かないでほしいって、アダルトビデオコーナーとかで、漫画を生産してる、まあ、漫画業界の人たちにその胸とか見せたらダメですよっていうようなことをしっかりとお伝えしてます。そういうものを書いちゃダメですよって。今までいろんな、漫画とかを、構成するような形で、対応してきたんですけども、だから犯人たちはそれを分かってないんでしょうね。淡井さんはできる限りのことを行ってると。でそもそもで言うと漫画の本で例えばね、まあ先ほどの通報内容言ってましたけども、格闘関係とかの漫画とかでね、その胸が出てくるシーンなんかあるって、そんなこと理解できるわけないじゃないですか、漫画の本開いてみなかったら。それでこちらを攻めてこられてもね、どこまで卑怯になったら気が済むのっていう、そんな今あるんだったら書いてる、ね、作者とか原作者とかね、攻めなさいよっていうことなんですよ。まあ、法廷でっていう形がいいんでしょうけど、まあまあ僕にできることがあるとすれば、まあテレビ局とか通して漫画業界にはそれ伝わってるんですよ。だからベルセルクも一旦作品が停止になってたんですけども、そのえげつないシーンだとか、その性的な部分、胸もも尻を見せてはならないのところを抵触してるような内容の、部分だとか、そういったところの描写が描かれていたから、もうちょっとこれやりすぎだということで、またね、一般人で淡井圭介とか関わった人間とかの
かを、あとはまあテレビ出演したことのある人間だとかと思いますよ。もともと漫画業界とかそうなんですよ。もともと原型となる人間人物がいて、そういった人物たちを模写してるんですよね。でだからまあそういうことを考えるとこれはやりすぎであると、まあそういうような形で一旦ベルツェルクは、まあ、原作者の人が死んだことになって、作品がストップしたと。だからまあそこまでしてきて、まあ、一応ねその構成が終わって、まあ、別の作者ということで、まあそれもね、その構成という部分がなかったらやっぱり無理がある話と、僕もねあの対応難しく迫られてた部分はたくさんあるんですよ。で、まあ、結局ベルセルクという漫画は再開しましたけど、まあ仮ではないんですよ。ちょっとだけあの見てみました。ああダメだなって思って、もうこんなん借りるのやめようと思って、まああの棚に戻したんですけども、だからもう本当はね漫画はその少年誌で収まる範囲内で物事を済まさなきゃならないんだと思いますよ。だからまあ数年前、もう漫画の方は一旦その完結してますけども、ダイアナエスっていう作品とかを押したりだとか、だからまあそういう風な形で私は私なりに対応してる部分が、その悪党行為を行ってる業界の人間が理解をしていない、これ以上の対応方法はないというわけであって、でそういうような業界の人間を肯定している人間は、まあ、あの世の中のことなんかどうでもいいと、自分さえ良ければそれでいいっていう考え方で、あとは淡井圭介が悪いことをしているという方向に持っていこうとしている。漫画の本借りただけですよ。あとはまあ借りた漫画って言ったらワンピースと何だったかな、週末のバリキューレと、あの、ね、あんまり細かいこと言われてもね、どのページにどんな描写が描かれてるとか、それいちいち探そうと思っても、だから、スポーツの勝ち負けに、まあ、何らかの影響が、まあ、あるというところはもうやっぱり拭いきれません。だからまあ、そういったところとかを気にして、まあ、月曜日だったらね、まあ、野球もサッカーも基本的に試合がないということで、世界中の試合なんか探されたら無理ですよ。基本的にそこの国の人たちがどうにかしてくれなきゃならないですから。まあ、借りた内容、まあ、ちょっと待ってください。作品見せますね。別にそんなあの、ね、一般的なものではあるんですけども、ただこの異世界に天馬紀がいての列海王のこれに関しては一部そのセイレーンというようなキャラクターの胸が出ていたりだとか、それは9巻か10巻かそのあたりですね。まあ初めの一本、まあちょっと描写良くないところが描かれていたりだとか、まあ男性はそれ笑って過ごしてしまって、まあ気づかなかったりする分、あこれ不幸だなっていうことを気づかなかったりする分があったりするんですよ。実際のところ週末のマレキュレはどうだったかな、これはそういうのはなかったとは思うんですけどね。エビデンスゼロもどう、これも少年時だったから大丈夫だったと思うんですけどね。あんまりそういうところをね、あの細かくつつかれて、でしかも僕の服を盗むというね、ゲオに借りに行ったら、だからゲオの勤務者とかその関係者が盗んだりしてるんだと思いますよ。であとまあその辺のところで率先してその行政の人たちも含めてなんですけども、行政指導を行って、そのだから政府の傘下にして、でいろんな良くない作品を全部排除にすればいいと思うんですよ。その組織的な犯罪ということになりますから。いやだから不法侵入とか、その一部本丸みたいな部分のある淡井圭介をね狙って、その徹底的に嫌がらせをしようとか、そういうことじゃなくて、淡井圭介さんにこれ以上負担がかからないように、その河川水門外式ダム発電とか地下水トンネル発電とか、その被災地まで、自分で、
現地の、状況がどうなってるか撮影しに行ったりだとか、それ全部実費なんですよ、生活保護者で。今年なんか僕まだ風呂焚いてないんですよ、全部シャワー。そうすればガス代と水道代が節約できますから、プラスあとエネルギーの残存量問題で未来の人たちに、ガスを残しておいてあげなきゃならない。もう技術的採掘から生まれそうなガスなんか残り49年分ですよ。石油は54年分です。僕は若い頃20歳ぐらいの頃、石油の技術的採掘から生まれそうな69年分なんです。天然ガスの、7割以上は石油の揮発したものです。地面の中で揮発するんです、蒸発して。だから水素自動車とかの方向性があって、まあ、トラックとかバッテリーが積めないものはっていう発想になってくるんですよ。自然再生可能エネルギーなどで多くの電力を賄うところまで、進めなきゃならない。で、原油が尽きたらもう何もかも終わりなんですよ。だから早急に渡航制限もしなければならないし、オリンピックはもともと経済原理にやってませんから解体で、商業原理に合わせて本当に、その業界に価値があるのかどうかっていうところが決まってくると。経済規模云々とかもちろんそれはあると思います。実質的にそこの国の人たちの人口云々だとか放映権だとかスポンサー料金だとかいろんなものあると思いますよ。だけども自動車の生産がほぼ世界中でほとんどの国が生産量100分の1まで低下させた時に本物の経済がどうなるかぐらいわかるじゃないですか。だから原油価格を上げてできるだけ、ガソリンを消費を減らして、車なんか買ったら損なんだなっていうことを覚えておいてもらったら、みんな電車バスの方で移動するわけであって、そちらの方がエネルギーの、節約にはなるんですよ。電車はどちらにしても走ってますし、大体車ってみんな一人で運転してるんですよ。一人で運転してあんなガソリンの使用の仕方されたらね、もうめちゃくちゃな話ですし、生産工程で、エネルギーが大量に消費されるわけですから、それに向けて淡井圭介は河川水門解析弾発電とか何かしらのその対応しようとしている。でそれについての結局妨害行為になる。週に1回休みがなかったらどうしようもないじゃないですか。休みらしい休みを作ろうと思ったらまあこういうことになるわけですし、まあまあ漫画を借りに行ったりだとかで、まあその、まあ、効率の良い動き方で考えると、こういうふうにこういうふうに警察に通報してますよっていうことをね、覚えておいていただきたい。対応としては一般人としてできる対応のところはほぼ最大限のところまで対応してるんですよ。だから250万円以下の罰金何回でも警察の方が徴収すればそこの議論も潰れるでしょうし、だそれをテレビでニュースで放送何回でもしたらいいんですよ。何回でも警察24時とか、そうすればそういうものを置いてちゃダメなんだなっていうことが分かりますし、あと何回も行政指導を受けているとそこの会社は行政の傘下になります。でそこから傘下になった瞬間そういうふうな、いかわしい商品とかは全て撤去されますっていうことを伝えておけばね、あとはまあ仕事としてしてる人もそうですし、若い世代の人たちが勘違いをしない、ああ世の中そういうことなんだっていうことが分かりますし、本屋さんもそうですよ。で残念ながらそういうものを大量に生産しているところが首都である東京だったり大阪だったりするんですよ。だからそういう都市部の矛盾に、しっかりと、対応しなければならない。法律はすでにありますっていうことになります。まあ、もう少しそのエロ業界が広がってしまうとその離婚云々とかそういうふうな、ケースは増えてきます。まあもちろんそれだけが原因じゃないんでしょうけども、そういうものを見ることによって上着だとかそのテレビのドラマも良くないと思いますよ。不倫ものを題材にしたドラマとかね、それをちょっと美化したような形で、こう言い訳付きの、もう不倫なんか絶対しなかったら言い訳であって、そこからその子供がね、その個人とかにとかそういう話は事実としてあるわけであって、まあまあそういうような漫画に関してね、しっかりと、まあ漫画とそのアダルトビデオコーナーに関してはしっかりとした対応してもらわなければならない。これは行政や警察官の人たちに、まあ、しっかりと、罰金を徴収すると。
もうそれで倒産したらもうそこまでですし、大体従業員の人たちね、僕は何回も言ってるのに、それ撤去しないっていうことは、役員の人も含めてですよ、その人たちがお金稼ぎできてる時点で変でしょ、世の中。しっかりとその人たちにも、三振と以内の請求っていう形をかけていかなければならない。結局はこういうことです。インターネット上の問題ある、そのアダルトビデオコーナーに置いてるようなものをインターネット上で閲覧できたりしてしまうわけじゃないですか。特にあの有料のところ。そういうところも、罰金払わせなきゃならないし、他の、法律も、つないで、で、消滅させなければならない。そういう組織を。組織的な犯罪ですから。で、あとは、まあまあ、無料で見れるところもそうですね。それも、消滅させなければならない。ただ、そういうふうな行動をしてた人間の、その、本名と、あと、まあ、名前と住所と電話番号の、その、一覧表は本当は世間に開示した方がいいでしょうね。そうじゃなかったら、それだけおかしな連中、そういうふうなことをしてまででもお金稼ぎをしたかったっていう連中が、世の中これだけいたんだ、これは危険な世の中なんだっていう危機感を持たなかったら、これは本当に世の中滅びるぞっていうことを理解できない。多くの人が。そのエネルギーの残存のものでも含めてですよ。だからガソリン価格このあたりで言うと、はい、レギュラーが1リットルあたり200円を超えるぐらいの価格設定にしておいて、まあ、蒲田発電とかはまだしっかりと、普及してない、まあ、能登半島の人たちとか、あの日本海側の人たちに関しては、その分、まあ、灯油の値段を、ある程度の値段にすると。ある程度ですよ。だからそれは災害時用でもあって、まあ、電気ストーブとそんなに変わらないぐらいの値段ぐらいにしておく。もしくはちょっと高いぐらい。がいいんだと思います。それも しなかったら結局車で大量のガソリンを、無駄走りとかで消費される。車が欲しくなってしまう。電車なんかどこもガラガラだし、田舎の方なんか1両しか走ってませんし、だから、それが世の中の現実ですからね。また電車バスとかの世界に切り替えないと、ずっと人口は少子化してますから、早急にあのガソリン車の販売、生産をガソリン車の販売じゃなくて生産を停止ですね。生産を停止する。で、販売については、まあ、中古車を取り扱うような形になりますね。で、あんまりもう型式が古くて危ないものから、もう一度溶かして、まあ、電気自動車の方の原材料にするのか、まあ、別の原材料にするのか、まあ、河川水門開閉式ダム発電の、あの水門のところに、変化するのか、まあ、そういうことですね。以上です。長い間皆さんご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、あと身の回りの方に淡井さんの動画を見ておいた方がいいよということをお伝えしていただけると助かります。以上です。これはまあ僕の身の回りで起きている、まあまあ、昔からの現状ですね。その家の中のものを盗みに来られるっていう。だから何がです。本借りただけですよ。そうじゃなくて、生産元と、あと会社法見たら分かるじゃないって。ギオっていう会社が悪いのと、あとそういう漫画を書いてる、書店。まあ、だから集英社さんとか講談社さんの人たちにも言ってるんですけど、もう少年誌だけでいいと。世界中人口少子化してるんだから、その作品も絞らなかったら見る方が、そのクオリティが低かったら見たくなくなりますし、あの見る方の人がそんなにたくさん世の中に作品出されても見るわけがないんですよ、時間的に。それがあるから、もう少年誌だけでいいと思いますよ。まあまあ、あと少年誌、少女誌、ついついね、まあ少女誌があることを、まあ、忘れてしまったりすることがあるんですけども、まあそういうことだと思いますよ。以上です。